ここからですね、ウォーキングデッド、セインツ&シナーズを遊びたいと思います。さあちょっとね、非常におどろおどろしい PV でございましたけれども、はい、さあじゃあちょっとミュウミュウ作品情報を教えてちょうだい。はい、ウォーキングデッド、セインツ&シナーズとは、人気ゾンビドラマウォーキングデッドとは異なる、オリジナルストーリーが展開する VR ゲームとなっております。オープンワールドスタイルのサバイバルアクションアドベンチャーとなっており、うん、ゾンビに立ち向かい大敗したニューオーリンズの街から必要なものを拾い集めながら生き延び、生存者たちに突きつけられる厳しい難題の数々に挑み、ミステリーを解き明かしましょう。なるほど、ということでございます。ということでね、うん、まあすごい、うん、もう約68億円の売り上げがあるウォーキングデッドということでございました。この作品がウォーキングデッド全体でね、68億円、すげえですね。ゲームだけ、ウォーキングデッドのゲームだけで68億円。そうなんですね、すごい、すごいんですよ。ちなみに2010年から続くドラマウォーキングデッドは最終章であるシーズン11が3部構成で2022年に完結する予定と。うーん、すごい。今年シーズン11、今年完結。あ、そうなんや。まだ追いつこうと思ったりぐらいでも追いつけるわけですよ。そっか、うん、何年分も、もう 10年以上ある、まあ、一気に一気に見れるからね。うん、すごいですね。さあそんな中、今回はユミティがやってくれるということで、はい、あ、もう今 VR 装着してるので、うん、もうゲームの世界なので全然見えません。いやいや、もうこっちからもただのアンドロイドや。衣装もマスクもしてるし。そう、うん、あのユミティ今から何するか分かってんの？はい、めっちゃ震えてます。分かりますか、これ。もうすごい震えてるんですけど。それは自分が震えてんの、機械が震えてんの？いや、自分が震えてます。あ、ビビってます。そうか、うん、まあそう、気付けてな。はい、行ってらっしゃい。気付けて、うん、死んでしまったぜってなるからな。死んだぜ。うん、そうなるから気をつけて。さあ、はい、俺ではゲームプレイ行きましょう。はい、お願いします。はい、はい、これ、おー、ま、見えてますか？今回やらなあかんもんもあるらしくて、うんうん、怖い。これ言うてええの、何をやるかを。これ歩いてきますね。まあ、とりあえずその目的地、うんうん、まあ、とりあえず向かって歩いていって物を拾って、うん、で、まあ、そこをクリアする、うん、とこまで行こうっていう感じね。ほう、ここは墓地なんですね。またユミチがもう物を壊さんようにするだけですね。目標を表示します。ホラーの VR ってなかなかな。これなんかようできてて、うん、なんかポケットを触ったり、はい、こう背中にこうあるだけリュックに物が入ったり、なるほど、結構するらしくて、すごいリアルですね、うん、大丈夫かな。虫の声は聞こえるけど、どうした？います。何が？ゾンビが。え、ほんま？どこだ？ゾンビがいる。ほら、これはってくるやつ。これどうしたらいいんだ。これしゃがんでるのか。走れ走れ。あ、どこにおるの。おい、これ右側にいるじゃないですか。ちょっとね、ほら暗すぎているは。なんかある。あ、うん、おう、なんだそれは。ドライバー、ドライバー、ドライバーを手にしました。ちょっと、はでもまあ鋭利だから脳天に突き刺せば倒せるのかな。何何、あ、怖い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 。ちょっと立ち上がる。あの光を目指す。なんだこのハテナ。あ、何？え、これ人。平面の上に。うん。捕まり、押し上げて乗り越える。ああ、グッとグッと上がれんね。すごい。今飛び乗って行けましたね。ドライバー持ってるよな。ああ、どうした。ああ、え、これ見えてないんですか。え、見えてる見えてる。いるじゃないですか。見えへんねん、暗くて。ああ、いるい
るいるいる、結構近くにいたね。おら、え、これ気づいてない？行ったれ行ったれ。え、これ何、倒すの、倒さなきゃいけないの？え、いけんじゃない、なんか弱そうだし、いけ。あれ、やつけた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 んじゃない、抜けない、抜けない、ナイス。なんだこれ、抜けないやないがな、なんだこれ、日誌に保存されました。すごいね、刺しといて抜けないって。こっちかな、あっちにもいる、え、こっちにもいます。おるな、前におる。それやっつけなあかんのか、やっつけないと。こっちからこうやっていけば、うん、後ろから行こう。おー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 、なんか夜は意外と襲ってこいね。本当だ、意外とおとなしい。なんか来なかったですね。あー、来たー、来たー、来たー、どうしたらいいんだ。いるね、左いない、いないか、左いるけど、これは何、この人は何、釣られてる。すごい夜空が綺麗だけど、余裕あんな。かなりのバカ野郎だ。話聞こえ、でもこの人人間だ。え、助けに出るの、多分人間。あ、ごめんなさい、Please. 人間ですよね。あ、ゾンビ化すんじゃない、そいつ。俺はもう無理だ、殺してくれっつってるやん。罰って何、これはここか、あれ、こう来て、ちょっと待ってくださいね、ちょっと視点を、うんうん、こうして一回しまえばいいのかな。で、罰がこれだ。これなんて答えたらいいんだろう。ヘンリー？ Relax, it's me. What happened to you? 何があったんだ？うわー！どうしよう、どうしよう。あ、なんだなんだ。やんのか、やんのか。おおおおお。ほら。あ、やばい！どうしよう！掴んだ。待って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 、どうしたらいい？なんか蹴るか殴るか。無理なの？何もないの？逃げよう、逃げよう。ちょっとちょっとこの人、これに逃げられます？やばい、私今どこ向いてるんだろう。バス、俺のすべてって言ってた、なんか。やばい、近くに来てる。追ってきてる？追ってきてる？そこなんかあるやろ。あ、なんかあるやん。なんかバスあるやん。怖い。やめて。なんかありますように。この中に逃げる。あ、銃がある、銃がある。おー、撃て。おー、いいじゃんいいじゃん。来る？あ、でも来てない。あ、来てる。ちょっと、両手で掴むんだ。両手で掴むんだ。いける。もうちょい、全然当たった。当たった。やったんちゃうか。危ない。危なかった。ほんまの初めての拳銃の人やん。いいね、リアルで。うん、リアルですね。よいしょ。ちょっと銃を。あ、一回しまわないと行動できないのか。あ、撃っちゃった。ちょっと待って。何してんの？これはしまえないんですよ。しまいました。自分で撃っちゃったよ。違いました。メモを読んで手がかりを。何をせなあかんの？そしてリザラジオを修理するって出てますね。ラジオ修理しよう。あ、しかもなんかナイフがある。うん、お、いいじゃん、ナイフ。リュックに入れます。ラジオを修理する？バッテリーだ。これもこっちに入れればいいのかな。あれ、落とした。
これもよいしょ、リュックに入れます。ラジオどっちだろう。あー、怖い、襲ってこないよな。なんかこれがラジオっぽいので、これがラジオか。ちょっとリュックを出して、無線用のマイクが必要なの。これか。なんか紫に光ってるとこに刺します。あれ、頑張る。刺さってくれ。あ、いけた。あ、アンテナってことね。そういうことか。で、あと何がいんの。バッテリーが…ユミジ、ちょっと左向いて。左、こっち。左、左、もうちょっと、もうちょっと。こっち。くるくるくる、はい、もうちょっと。はい、OK。OK。あ、もうちょっと右。はい、OK。で、これどうするんですか。ワイプのカメラが…どんどんずれてっちゃってますよね。どんどん背を向けることない。ちょっと画面を戻すやつ。こうやって前が分からなくなっていくんだな。右手のあ、しゃがむになっちゃった。ここか。あ、ごめんなさい、ついちゃった。大丈夫大丈夫。ちょっとやってもらってもいいですか。はい、ゲーム再開。よいしょ、来い。ゲーム再開が押せない。ごめんなさい。あ、いけた。はい、襲ってきたら三枚おろしにしようって言われてる。今日は何でもできるからな。こっち向きに寿司にして食っちゃおう。ありがとうございます。これだ。で、さっきのリュックから、はよいしょ、リュック。あ、これもう終わっちゃったのかな。なんかラジオとりあえず、うん、あ、それで治ったの。治ったっぽいです。今できることは終わったのかな。できることとりあえず終わりましたね。ちょっと、あ、なんかハテナがあるので、夜に出ることはできません。お酒でも飲んで寝ましょう。これをお酒飲みます、ごくごく。ああ、そういうこと。ああ、1日目終わった。利用可能な物資が減少しています。死者の数が増えています。どうしよう、足がガクガクしてきてる。頑張れ。ハテナがある。スクラップ素材のアイテムをゴミ箱に落とし、アイテムをサルベージします。ほうほう、ゴミを変換してくれるのかな。なんかゴミ、あ、なんかここにも銃あった。一応これは保存しておこう。どっかにゴミがあるはず。あ、これかな。これをほい。お、あ、鋭利なものと金属材料。あ、なんかなりましたね。そういう素材になるってことね、うん、これは朝になったから出て行かないとですよね。あ、なんかここにいっぱい、何これ、アイテムが。ドラゴンバー、アイテム、なんか回復アイテムですね。これも薬を。ただリュックに放り投げている。銃の、あ、ポケット、弾丸は前のポケットなんだ。こんだけかな。もうない。私銃持ってるよな。銃持ってる。あ、あ、進んで、あ、こっちで合ってるのかな。あれ、戻ってきちゃってる。合ってる。でも すごいゾンビはいなくなってる。うん、なんか あるぞ。これはこれ違うか。あ、ハテナだ。ハテナを見つけた、うん。ヘンリーどうなったんだろうね。地図の移動する先の場所アイコンを選択。あー、人が浮いてる。あ、なんか選べるのかな。よいしょ。あ、ちょっと見て、ここが押せるのかな。シャローズ、
シャローズ何してるそれなんかここで移動ができるみたいな。ああなるほど、移動する場所を選ぶのか。もう独特のビンゴゲームかな思ったよちょっと左押せない。あこれだ。でもなんかいけた。おそんないけんねん。私今どっち向いてます？カメラの方向いてます。あ、ええ、感じ。向いてる向いてる。これはさっき柳屋でやったみたいにちょっと広いスペースじゃないと危ないですね。破壊しそう。大丈夫、今のところ誰もどついてないから。はい、うん、あ、左に一歩動いてって。こっち、うん、左にもうちょっと、もうちょっと、あ、OK、うん、もうちょっと半時計回りぐりって。あー、行き過ぎ行き過ぎ。はい、これでいい。あー震える。なんかおる？あ、すごい。なんかラジオを修理するがアップデートされました。まだだから。何？ラジオ修理する何かがあるんでしょ。なんか。わあ、すごい。だいぶ朝やな。うん、住宅街かな。なんかゾンビがいる。ゾンビ？なんかいる。あ、人かな普通に。あ、ゾンビか。吹き出しが出てるから人だ。人か。多分。何してるんだ。あ、コリーヌさんですね。あれになってしまったの。ゾンビですかね。ゾンビだ。あ、だよね、引き金引けないよね。なるほど。ゾンビになっちゃったけど殺せないんだ旦那さんだから。うん、助けるの？え？どうしよう。ただでやれと？おう、言うたれ。確かに。なんかちょうだいよって感じだね。これ？危険そうだ。見返りは？あ、金庫があるって。そのコードを教えてくれる？うん、怖いよ。もうどうしてなの？うん、しょうがない。手伝ってあげよう。この鍵を持ってって。何くれた？なんだろう、鍵。お、これも後ろにあるのかな？青い邸宅の2階。あなたの腕時計。ウォーカーたちを。なんかタイマーがある。本当。もう一つお願い。お願いしてくるの？え？ゾンビになっちゃった旦那さんの指輪？つけてんのかな？どうやって取るの？あ、終わった。お家を探しに行くってことですかね。なんて言ってました？青い家。うん、道の先にある青い邸宅。道の先？じゃあこっち側かな。どれも青い家なんか。ちょっと朝だからで霧が濃いから、うん、色味がわからないね。わかんないですね。とりあえずまっすぐ歩いていきます。道の先って言ってましたもんね。おーおーおー、どれだろう。青くなんかこれ持ってた方がいいのかな。確かに。いける？え、なんかナイフとか、ナイフとかあるかな。あ、よいしょ、これだ。キッチンナイフちょっと持ちながら歩けます。あ、なんか左側にいる。うろうろしてる人いるね。いっぱいいる。どうしようどうしようどうしよう。そんないる？だって右にも左にもいる。どうしよう。一人ずつ行こう。どうしよう。一個ずつ行こう。一個ずつ。やめて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 。待って、取れない。抜いて抜いて。よし、いけるいける。強い強い。いいぞ、ゆみち。いけてる。
青い家。青い家ってどこ？これ青くないしな。わかるのかな。あ、でも右行けないから左だ。道の先。待って。なんか今落としました？いるじゃん。あ、いるね。あ、二人いるよ。いる。助けて。持ってるよな。持ってる。ダッシュ、ダッシュしろ。ダッシュしろ。気づくな。後ろから行け。気づくな。行けた。大丈夫？行けてる。大丈夫だ。見つかってない。これか、青い家。どれ？お、左側か。あ、死んじゃってる。左側に。本当だ。待って。声が、後ろから声がする。走れ。ナイフがない。銃で撃ち抜け。待って、弾がない。どうしたらいい。あ、こっちか。どうやって入れるの。待って。めちゃめちゃ素手でいけんのかい。そんなことないで。左手で。すごいね。殴れるのか。伝説の左手やん。すごい。もうやめて。しゃがんじゃった。ちょっと一旦ストップ。その技なんなの。置いといて。その技なんなの。ちょっとタイムして。子供に使うやつやで。ちょっと待って、右からも来ちゃった。なんかないの。ちょっと待って、これを捨ててリュック。あ、懐中電灯はダメだ。やばい。お前もちょっと待って。すげえ、噛まれたら終わりちゃうの。ちょっと待って。神の左。ちょっと待って。ちゃんとやるから、ちょっとだけ待って。ナイフないの。ドライバーでも何でも。いけた。あ、いいよ。それ。お前もやるぞ。待って、今ナイフ捨てちゃったかも。拾おう。で、ちょっとこれを。スイカみたいに刺すな。あ、銃も落ちちゃった。じゃあ拾って、うん、銃をどうやって。ちょっと弾込めて。これで、この。うんうん、弾入ったのかな。で、どうだろう。あ、こうだ。入ってます。一個一個詰めて入ったから落としといて、ナイフ、あ、ナイフなくなっちゃったのかな。ね、やばい、来てる。鉄砲撃ったれ。うまい。いいよいいよ。来い。おー、消えて。よし、これでもういいでしょう。急いで行かないと。弾を入れなきゃ。よいしょ。弾入れる作業を一個一個やんなきゃいけないから大変そうだな。でもリアルやね。なんかハテナがある。よいしょ。旦那来るで。あ、入ってんのか。右にいるな。やばい。掴むを使って。掴むってどうやってやるんだ。あ、いる。銃持ってるとできないとかあるのかな。おナイス、一発。慣れてきた。掴むを使って特定の環境オブ。これ掴んでいけるのか。あ、いけてる。登って。よし。あれ。右手が迷子になっちゃった。一回降りて。ゆっくり。登って。よいしょ、そう。よいしょ。登って。
よいしょ。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 え、でどこから入るとか？え、合ってます？あ、そこ掴めるんじゃない？で横に両手で掴んで、こっちを。横に移動するんちゃう、うん、ぶら下がって横移動、忍者みたいな感じで右手動いてくれとんでもない握力、右手をちょっと、左手はね、神の左手、うん、左手すごい片手でちょっと右手頑張って動いてくれ全身を支えて、あ、いけた、もうちょっと下なのか、あ、下に降りれないのかな、あ、いけた、でも、お、いいね、あ、違う、銃が出てきちゃった、左手つえ、あれ、あ、落ちちゃった、あ、どうした、どうした、スタミナか、あ、スタミナがなくて、じゃあチョコ食え、チョコを食べればいいんだ、体力が減ると視界も狭くなるのか、いや、もうさっき左手使いまくったからな、うん、うちょっと入ってかない、あ、あ、頑張れ、頑張って、ちょっと一回、あ、やばい、また来ちゃった、また来ちゃった、ちょっとだけ待ってちょっとだけ待ってそんなことある、あ、もう これとかで、あ、いけないの、ちょっと待って、ちょっとだけ待ってね余裕でできた、本当にちょっとだけ待って、まだ来る、まだ来る、やり方がすごい、食べなきゃ、ちょあれ、今落としちゃったとりあえずもう打ち殺そうや、もうこれもう無理なのか、お願い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 、あ、ダメだ、振りはんなって、今のうちに、今のうちに、いけた、いけた、ナイス、そしてその辺で、あ、まだか、もうちょい上だ、右手頑張って、左手頑張って、そこだ、ここだ、あ、もうちょい上だ、もうちょい上だ、もうちょっと上だ、よし、乗ってる、右手頑張って、なんでもうちょっと上で、左手でいけるのかな、右手頑張って、あ、右手がねじれてしまって、ねじれちゃった、後ろ、自分自身が一歩、うん、そうなんですよ、右手が言うこと聞いてくれなくなっちゃったね、ちょっと一瞬言うこと聞いてくれない、うん、後ろ下がって、ちょっと、あ、体力がどう、これは回復しないと厳しいか、ここからしか鍵がなくてもいけないんですか、もう一回、よいしょ、よいしょ、よいしょ、頑張れ、頑張れ、視界がどんどん狭なってんの、うん、もう一個上か、これは、よいしょ、いけた、お、いいぞいいぞ、ナイスナイス、掴んで、ここで、右手頑張れ、掴んで、お願い、危ない、この手じゃいけないか、右手、よいしょ、いいぞいいぞ、あ、そして入れそう、お願い、よっしゃ、よいしょ、ナイス、お疲れ、
包帯、うん、はい薬飲んじゃった回復包帯はどこだそれそれこれ血まみれやん真ん中のよいしょナイスなんとかいけたのか待って私武器何ももう持ってない食べえ暗い どうやって行くのこっちか武器なんかないかな大丈夫かなナイフ的なのがなんか一番扱いやすそうだけどなんか銃武器的なものがあったら教えてくださいなんか置いてないそれ置いてないさっき机の上何もなかった酒瓶これでいけるかいいんじゃない瓶なんか一発やでもうなんかその左のテーブルみたいな何もなかった上そのビリヤード台みたいなこれもビリヤード台でこれでこれでもいけそうですねちょっとキューをキープしとけばいいのかキューないかいなあ確かにそうかないあれここは開かないのかなここじゃない鍵ですかねさっきの真ん中のやつはなんだ開くんだあ、え怖い待って真っ暗じゃん暗いあ、いけた何この光ってるのは鍵が、大切な瓶がでもビリヤード台がまだある早っあ、違うん鍵こっちだあ、あ、当たった鍵をすごいなすごい真っ暗になっちゃった気をつけてで武器が一応この割れたやつでえこれ本当にここですか懐中電灯ちょっと一回下がります懐中電灯をつけるのはちょっとこれ離しちゃっていいのかこれだあ逆持ちしちゃったあ暗いこれでいいのかいきますえあよかったちょっとリングどいて絶妙に暗いなめっちゃ暗いですね上が怖い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 なんだろうどこに行けばいいんだろうあいる、ね、待ってこれでいけるかこれでいけるかこれでいけるかおもう一回あやばい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 どうしたらいいんだ一回距離を取ろうもう一回来てビリヤード台ビリヤード台じゃないけどビリヤード台って名前だったビリヤード台何も使えないえ使えないあこれ弾整えるだけだから凶器にならない武器にならんか武器にならなかったかじゃあどうしたらいいんだ首に引っ掛けたらなんか、あごめんなさいなんか出た出たちょっと前出て、一歩前、一歩前、ちょっとだ、ちょっと半歩前、半歩前。よし。やばいやばいやばい。一発あるから狙って行こう。あ、弾がもうない。リロードして一発いける。一回閉めなあかんね、ガチャって。閉めんね。閉まってない。ちょっと待ってね。それ今の状態、あかんかまた開いた一回押してなんで開いちゃうんだあ、え、待ってなんで開いちゃうのいけるやばい、待ってもう一回距離、あ、いいよなんで開いちゃう右手の頑張れ左手大活躍すぎるないけるかあ、待って近い、なんで近距離めっちゃいけたおーあーナイスもう弾入ってないのっていうか、この世の中、そんな怖ないな
き出しを意外と、うん、これね、うん、これがでもこれが旦那やったのってことですね。指輪は指輪、指輪回収できたのかな。あ、これをポッケにしまえない。これか、うん、これだ、指輪ゲットしました。よっしゃ、あった、ナイス。まあ、これで奥さん納得するやろ。でも暗いで、弾をゲットしとかないとってことね。ダッシュで逃げる。ショットガンやったもん、散弾銃やったもん。だって暗い、こことか開かないのかな。どうしますか。一回閉まって、ちょっと置いてこっちに閉まっちゃって、あれ閉まえないのかな。しまう場所が違うんだ。捨てて右肩なんだ。後ろに入らない。入った。来た。降りてっちゃう。あとは奥さんのとこに戻るか。やばい、汗が止まらない。あ、待って、やばかった、やばかった。いっぱいいるね。やめて。あ、後ろから声しない？やばい、後ろ向いちゃダメ、絶対後ろ向いちゃダメだ。絶対後ろ向いちゃダメだ。逃げて。やめて。どうしたらいいんだ。窓から飛んどりたらいいじゃん。ダメなのかな。窓から出たら。飛べ。痛いけど大丈夫。耐えられた。戻れ。よう頑張った。今足首ひねったな。やばい、しゃがんでいけばバレないか。ダメだ、後ろからすごい声がする。やめて。後ろ確認したら振り向かない。ダメなのか、振り向かない方がいいのか。分からない、絶対振り向かない。恋愛か、すごい迫ってた。あ、殴れる。ダメそう、そこの右。あ、やばい。来ない、来てないね。大丈夫。終わった。リングを。これ喜ぶやろ。まさかの、まさかのコリーヌに見捨てられた。あいつ言えよな。もう後ろ来てるよって言ってくれないと。何やねん、何結婚指輪だけもらって。恐ろしい。さあ、ということでございまして、はい、手道お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばい、超汗びちょびちょ。びちょびちょ井道どうでした。どうでした？いや、あの VR のゲームも自体もそんなにやったことなかったんですけど、本当にその場にいるぐらいのホラー感を楽しめて、もう楽しかったんですけど、もう足が震えて。そうね。すごいですね。お家でなんかお化け屋敷体験じゃないですけど、でもちゃんとゲーム性もあってすごい楽しかったです。もうちょっとうまくやりたかったんですけど、ありがとうございました。とりあえずメイクさんに直してもらおう。はい、ということでどうでした。いや、すごいですね。なんか、なんだろう、臨場感もだし、なんかあの話、最後話してる間って、なんか勝手に無敵だと思うじゃないですか。普通で
今回来るのね。そう、そこもなんかリアルでびっくりしちゃいました。いやー、なかなかね、こう手がとか、まあまあヒントはあるんやけれどもね。はい、はい、ということでございまして、じゃあ発売情報、はい、みーちゃんお願いします。はい、ウォーキングデッドセインツ&シナーズはプレイステーションストアにて3月2日まで 40% オフになっております。すごい。今回プレイしたスタンダードエディションは税込み1914円、うん、そしてさまざまなアイテムが入ったツーリストエディションは税込み2376円で販売中となっております、うん、ぜひチェックしてください、はい。続編となるチャプター2リトリビューションは、うん、2022年にリリース予定となっております。あ、これだけの内容のものがね、うん、もうこの1000円2000円で遊べるということでございまして、まあどっちかね、お好きな方で楽しんでいただければなと思います。はい、はい、ということでございます。ここまでウォーキングデッド、セインツ&シナーズをご紹介しました。この後はエンディングです。